はい、おはようございます、皆さん、ね、今日は7月31日になりましたけども、そうですね、今日で7月も終わりということで、まあ、31日になったばっかりで、まあ、30日が終わったということですね。明日というかもう今日7月31日です。で、30日終わりましたけども、今日のジョニー NTV ですね、京都からお送りしておりますが、今日は京都の方はハニーバニーマイナス R ということですね、これ80s ニューロビートとディスコミュージックですね。まあ、80s わかりますかね、ジュリアナとかね、ジュリアナとかね、マハラジャとかね、その辺の時代の年代の曲を3人のユニットがお送りしてくれるんですけども、ハニーバニーマイナス R してくれました。こちらですね。そうですね、まあ、バブルの時代の音楽ですけども、まあ、結構ね、先日もすごくイベントに参加させてもらって盛り上がってたんですけども、まあ、これからその年代のことは熱いということですね、ジョニーエンジェルの方でも盛り上げていきたいなと思っております。で、明日は小岩店の方ですね。小岩店の方は今日はオールディーズ中心にお届けしてくれる、中心にでね、オールディーズのみをお届けしてくれる、グレーハウンズさんに出ていただいております。で、グレーハウンズはですね、本当に世界的に有名なグループですね、もう YouTube とかチェックしていただければ、もうかなりの映像がね、出てると思うんですけども、こっちの関西の、ね、ミュージシャンとかもかなりグレーハウンズは認知が高くてですね、本当にこっちに呼べたらいいかなと思っております。で、はい、明日は小岩、東京小岩の方はですね、リリーベイビーズさんですね、もう一番今関東では人気あるんじゃないかな、リリーベイビーズさん、オールディーズからエイティーズまでいろんなね、年代を網羅しておりまして、まあ、メンバーもかなり洗練されたメンバーで、皆さん若いんですけども、かなりこうなんですかね、演奏の、クオリティも高いですね、コーラスワークとかもすごくしっかりして活動しております。もう、ね、都内全域を、ね、中心に、まあ、たまに地方行ったりもしているみたいですけども、まあ、京都の方にも来てほしいなと思っても、リリーベビーズだんだん、まあ、これからも、ね、全国的に有名になってほしいなと思っておりますけど、かなりいいバンドですね。で、京都の方はですね、今日のハニバニーマイナス R さんにメンバーが加わった形、これバンドスタイルになってですね、今日は、まあ、打ち込みスタイルだったんですけども、5人編成のバンドスタイルとなって、明日登場してもらいますが、こちらの方ですね、これも80年代ディスコとか 80s 系を中心としたライブになっております。はい、というわけで、ジョニー TV 今日も見ていただいてありがとうございます。ブログとかもぜひチェックしていただきたいと思う。今日も、ね、映像をちょっと撮ったんですけど、容量が少なくて途中で止まっちゃいましたけど、まあ、もしあれだったら流してみようかなと思っておりますので、見てみていただければいいかなと思います。それではまた明日お会いしたいと思います。お相手は、あっちゃんこと北厚氏が京都店からお送りしました。また明日、ね、小岩の方にも
そちらの方は足を運んでいただきたいと思います。リリーベイビーズがもうかなり、ね、盛り上がっていると思いますので、京都店ではハニーバニーさん、ね、80s ライブやってます。ブログの方とかもチェックしてください。YouTube の方とかもね、この画像は載るんで、チェックしていただきたいと思います。まあ明日終わったら、まあ8月なんで、8月もかなり盛り上がる動きができたと思います。ね、皆さんぜひスケジュールの方をチェックして遊びに来てください。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。提供はミュージックポータルサイトライブの提供でお送りしました。じゃあね。